はい、どうも、サイテーマンです。栄冠9、今日もやっていきたいと思います。中堅校に下がってしまいましたね。前回の何か出たアップデート、アップデートとかねしてる暇ないんですよ。行くしかない。このパートでですね、おそらく今後のね、明暗分かれるパートになるかなと思います。なぜかというと、この秋の不大会1回戦にですね、道頓堀工業、おそらく前評判 A ですね、ランク A が、来るんですよ。秋の不大会にですよ。秋の不大会で負ければさ、もう終わりなんですよ。俺たちの春の甲子園が。でそのままこのメンバーで夏なわけですね。いけるわけがないんですね。だから絶対勝たないといけないんですよ。で絶対勝たないといけないんですけど、これね、経験だけバーンってずば抜けてるじゃないですか。経験をね減らすとですね、もうほぼ D ランクなんですね。僕ら D ランクで A ランクにこう立ち向かうわけですよ。行きますよ。とりあえずアイドルに会おう。うちの高校の売りってのはアイドルがいることですよ。とりあえずアイドルに会います。オーダーを変更しといた方がいいですねって。いやー、これちょっと理不尽だぜ。いやでもね、勝つしかないんですよ。やるしかないんだよ。こうなったらもうやるしかないんだよ。いきます。秋の不大会ね、上位目指してというか、もう1回戦がね、もう決勝みたいなもんですから。いやー、1回戦で来るかね。こっちに関してはね、先発のエースすら決まってないんですよ。こっちもエースすら決まってないんですよ。とりあえず剣棒の祈りか OK。 誰がエース行くかすら決まってないんですね。こっちはこっちとら、ティーバッティングで公式戦に行きます。絶対にか、まあ勝ちますよ。いや本当にマジで負けられないです。これ栄冠9ね、プレイされたことがある方ならわかると思うんですけど、これ負けたら終わりです。このほぼ終わりです。ここ 2,3 年というか、この代と下の1年生が選手育たないんで、これ絶対勝たないといけないです。これ注目はね、剣棒がいると嬉しい。よし、剣棒いる。剣棒注目でいきます。剣棒だけおそらくね、唯一 A ランクに対抗しうる先発。ヘッヘイか。いや変化くんの方がいいけど、まあヘッヘイにしますか。先発ね、スタミナ E しかないんでね、ちょっと怖いんですけど。1番足玉な、2番ウラウレイ、3番 IQ 無限。 IQ 無限何割、0割0分0厘じゃないですか。1本もヒット打ってないんですね。それちょっと分かりました。ヘッヘイはバッティングあんま良くないのね。横谷にライチ、トリューの方がいい。あー、トリュー、ハチミツゴロウはね、あのチャンス A 持ってるんで、代打の切り札的な感じで取っといた方がいいですね。エゴー君に仕事人か。よし、行くぜ行くぜ。全員で勝つぜ。 A ランクに、 A ランクでしょ、おそらく。春 A ランク来んの。道頓堀工業って A ですよね。道頓堀工業とやらされるのが、いきなり1回戦ですよ。1回戦の第1試合ですよ。これ甲子園の、この甲子園の決勝はないですけど、予選の決勝で当たってもおかしくない。いやー、もうこれおかしいわ。これ絶対おかしいわ。ちょっと待ってくれ、この負け、これ負けた終わりの試合でさ、こんな意味わからんやつらとやらすかね、本当に。うわー、 BBSCBABAS です。キャッチャー S あんの方、走れないじゃないですか。二見化け物だこいつら。もうダメだ、勝てるわけがない。こいつパワーヒッター持ってる。勝てるわけがない、勝てるわけがない。うわー、シュート6、シンカー7、フォーク3。僕もう笑うしかないわ、本当に。あれ、こいつなんでベンチいんの。僕もう笑うしかないわ。うわー、控えもやばいし。これさ、甲子園の決勝の相手じゃないですか、これ。もうもはやどうやって勝てんのよ、こんなの。これ勝ったらもうほぼ奇跡に近いでしょ、これ。絶対勝つ。でも絶対勝つ。いけ剣棒、お前だけだ対抗できるのは。まれ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 。よし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 、この回1点取るぞ。あ、取らなかったのか。でもよく、へっへい、よく抑えてんね、こんな打線を。
こんな怪物みたいな打線をよく抑えてんね。剣棒頼む、一発打ってくれ。ダメだ、打てないよねそれはね。それは打てないよね、相手シンカー7とかシュート。うわ1点取られた、まずい、1点取られた。で2塁ランナー誰、あーヘヘイじゃん、2塁ランナーヘヘイじゃないですか。これ2塁ランナーヘヘイとかもう関係なしにね、代打か。チャンスだから蜂蜜ゴロ送るか。いやダメだ、ここ裏売りだ。熱血入れよう、とりあえず熱血入れます。ヒットエンドランは裏切らないんで、ヒットエンドランを狙います。よし来た、積極打法でヒットエンドラン、いけ、よしナイスバッティング。これね、 C ランクがさ、 A のこんなオールマックスに勝てるんだったら俺たち優勝できますよ。これお祭り男でこれ勝つよ。これどうする、流し打とうか。よし、強振積極で流し打ちます。あー惜しい、いけ、あーダメだ、追い込まれた。落ち着けよ、ミート対応でとにかくバットに当てさえすりゃいい、バットに当てさえすりゃいい。よし OK、 OK、 あっ IQ 無限、何やってんだバカ野郎。もうあんなチャンスないぞ本当に。強振積極で引っ張ります。もう あっこは1点取っとかないとダメだって。いやあっこは1点取っとかないとダメだって、マジに。マジ谷ですよこれ、ハンターハンターの第3巻ぐらいに出てきたやつですよこれ。おお、まだチャンスだ。よくは、いやもう0割0分0輪何やってんの、0割0分0輪って。野球ど素人のその辺のおっさんとかおばさんとかやらしても0割0分0輪ですよ。頼むぜ本当に。よしチャンスだ、とりあえず今はチャンスなんだ。この秋吉ってピッチャーがやばいんだよな。よし強振積極で流し打と、ああ追い込まれた、いきなり追い込まれたよ。流し打ち頼む、横や腕、オッケー、フォアボール。へっへいか、へっへいか、代打送るか。そんなに強さ変わらないんだよこれ、むしろへっへいが一番バッティングいいんだよな。へっへいだ、へっへいのままいきます。むしろへっへいが一番バッティングうまいんだよな。勘弁してくれよもう、頼むよ。あーもったいない今のは。頼むへっへい、打て、打ってくれ。よく抑えてるよヘイヘイは。ピッチャー変えようか。もうさすがにヘイヘイはもうバテバテでしょうね。ピッチャー変えましょう、変化君に変えます。いやー1点だ、1点取るぞこれ。試合勝ってよくやってる方だよこの試合まだ本当に。よしよし、ナイス、ゲッツ、伊藤、伊藤って呼ばれたな、カイジなんだけど。よし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 、とりあえず打せて取れで、ストライクカウントを稼いでいけ。よし、お、オッケー、追い込んだ、追い込んだよ、追い込んだので、この場面究極の思考を入れて緩急重視。よし、とりあえず1点差はキープですね。あと2回で1点取ります。行くぜ、全員野球だ、行くぞ。強振積極で流し打ちます。長打だ、とにかく長打を打て、打て、いける、よし、入れ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 、オッケー、入った、しゃあ。この試合マジで絶対に勝つよこの試合、本当に。負けたらマジで終わりなんです、マジで終わりなんですよこれ負けたら。守備に気合い入れよう、うん、この二塁ランナー絶対に返すなよ。1点取られたら負けるぞ、
追い込め、とりあえず追い込め、よし、追い込んだ。低め中心、ナイス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 。気迫を見せましたが、ここは及びません。はるかに格上なのは分かってるんだ。抑えろ、ここ1点取ろう、1点取らすなよ、絶対に。抑えてくれよ。よし、いけ、オッケー、オッケー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 、ナイス、1点取りゃ勝ちだ、1点取りゃ勝ちだ。横谷は、横谷打ってないのか。でも横谷以上のバッターが控えにいないんだよな。横谷で生かすしかないんだよ。待てよ待てよ待てよ、強振積極で引っ張る、打てるぞ横谷、お前なら打てるぞ、いけるぞ、よし、風が悪い、風が悪いわ、風逆だった、入ってたんじゃない、風逆だった、入ってたんじゃない。これ代打送りますよ。代打誰だ。いや、むしろ変化くんが一番、そんなに強さが変わんないんだよ。だから変化くんのままでいきか。ダメだ、なんかすごいやついないか、内気とか、内気のやついないか、魔物発動で。さあ、お前内気だったのか、他内気、仕事に内気、代打仕事に来い、内気来い、魔物来い、ラッキーボーイか、ラッキーボーイ、ラッキーボーイは俺今期待してないんだよ。ちょっとラッキーボーイじゃない、サワ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 、お前だ。1年生はね、内気魔物発動しないみたいな話を聞いたことがあるよ俺は。お前もラッキーボーイだ、もう一度代打だ。そうだな、内気ラッキーボーイでしか発動しないよね、この状況だったら。まだ調子がいい、はちみつ五郎かな。はちみつ五郎代打だ。無意味にお祭り男入れよう。強振積極で引っ張ります。打て、いけ、お、入る入る、背中、うわ入らん、チキシャー入らんか。まあまあいいよいいよ、さよならランナー出ましたよ、よくやった、よくやった。はちみつ五郎、ダイソーは、ダイソーはね、いやもうこのままだな、ダイソーもうこのままですね。お前いきます、1点取れば勝てるんですよ。よし、強振積極で引っ張ります。足玉な、頼む、見してくれ、おいおい、まるまるもりもりやってくれ、まるまるもりもりやってくれよ。帰れ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 、帰れたんじゃないか今の。あと1点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 、よしよしよし、裏裏犠牲フライ打ち上げるか、華麗に犠牲フライ打ち上げるか、裏裏強振で犠牲フライ打ちます。いやでもランナー遅いんだよな、いけ、犠牲フライ勝て、打て、たる、うーわ、追い込まれたか。ここ1点取らないと多分勝てないですね、負けると思います、ここで1点取らないと。よしよし、しゃあしゃあ、皆さんやりました、道頓堀工業、とんでもないオールマックスに俺たち底辺が下克上ですよ。見たかおい、見たか、まともに試合させてくれたらこういうもんですよ。しゃあ、初戦突破です。もう初戦とかもうそういうもんでもないですよ、もう僕にとってはこれは。もう甲子園優勝ぐらい嬉しいですよこれは。うん、オッケー、強豪に返り咲いた。でかいわー、今の試合。いや、今の試合でかいっすわ。これはでかい。皆さんありがとうございます。皆さんの応援のおかげですよ。評判狩り、グラウンド父が黒土になった。ほらね。やったー、勝った。もう負けませんよ。こんな予選なんかで。ほら、見てください。これ E ランクですよ、次。次 E ランクですよ、相手。ふぅ。危ない。危なかった。
危なかった。いやーもうギリギリでしたね。よくやった全員、みんなよくやった。いやー本当によくやったわ、ほんまに。いやほんまによく頑張ったよ、ほんまに。うん、ほんまにありがとう。いやー嬉しい、これは嬉しいわ。よくやったな。ウラウレイか、ホームラン、最後ホームラン、ウラウレイが打った。よくやった。とりあえず特訓だけします。的当てやろうかな。的当てやって、とりあえず特訓して特殊能力つかせに行きます。いやー九死に一生でしたね、本当に。いやマジで、今の今日のさっきの試合負けてたらね、栄冠ナイン終わってましたね、マジで。栄冠ナインは終わんないんですけど、ここ数年間終わってました。あ、ウラウレ効果打法持ってんだ。だウラウレじゃあ特殊能力つかせに行きます。お、アベレージヒッターっていうのがあるけど、アベレージつかしに行きますか。もう一発逆転でいいんじゃないですかね。アベレージちょっとつかせに行きますよ。これ今の流れだとつくね、これ。いや厳しいですか、流れ的にはついてたでしょう今ね。ということで次南中央をボコります。で甲子園今年も出場しますんで、道頓堀工業撃破してるんでね、この後道頓堀工業が、秋の甲子園までね、甲子園大会の地区大会中に出てくることがないので、もうあとは弱い高校ばっかりだということです。いやーやりました、とりあえず、一安心ですね。ということで、また次回、撮っていきたいなと思います。ということでお疲れ様でした、ありがとうございました。よかった、お疲れ様です、ありがとうございました。